二つのシナリオに格差がある第15部、始まるよ。カラカス奪還作戦からスタートです。USN 艦隊襲撃失敗、バビロフ逝去、三浦大先輩とも連絡が取れなくなった岩信ちゃん。白旗をあげるかと思いきや、最後まで軍人として、というより個人的に悔しいので作戦は完遂する。どうせ帰ってもザーフトラじゃ冷や飯か暗殺やろしなぁ。テレビ局まであとわずかというところまでやってきた近海部。ここで最後の作戦会議です。ダリルはテレビ局からと言わず、戦車に州知事を乗せてスピーカーで存在を喧伝するよう指示。さすれば首都に残る州軍を、戦わずして撤退に追い込めることでしょう。ここで戦車の運転を赤いゲリラ君が担当すると言い出します。エルモ、赤いケムクジャラかな？これには州知事もげっそり。若葉マークなんて嫌よ。ワイのワイのしていると無線入電。君は、最初の方にいたドナルド大佐。ハイウェイでのドンパチが USN にバレたようです。首都近辺まですでにやってきていらっしゃる。邪魔するならザーフトラモロとも粉砕すっぞ。どこかの報道マンみたいなおっしゃりようだ。現地 USN にもザーフトラ部隊のことが知れ渡っているあたり、ダリルは勲章者の働き。まあ勲章じゃ飯は食えないのでいらないな。エルモは認めてもらいたいからイサオシが欲しいと。アプレンティスめいたものいい。というわけでテレビ局前にやってきたのだ。テレビ局周辺はカラカスのメインストリート。つまり広くて大型機に有利な地形。先に陣取られると厄介ですが、こちらが近寄ると戦闘中に巻き添えで壊れそう。風天閣かな？噂をすればなんとやら、橋向こうから聞こえるは大地を踏みしめる女流のごとき駆動音。ジオンク2に登場して登場した岩信ちゃんと、その後もやらされる州軍の皆さんだ。正々堂々打ってこいと名乗り上げる岩信ちゃんに対し、いいけどテレビ局は壊すなよと目的をばらすダリル。さては見せかけだけでビビってるな。人質を取らないと俺たちに勝てないわけだ。随分女のあしらい方がうまいけど、スポーツでもやってたのかな？お、怖い怖い。ヒステリックな子は表になりませんことよ。岩信ちゃんは前線を州軍に任せ、大型機が動きやすい広場にさっさと移動。さすがはエリート軍人、USN 軍との激突も考え、こちらを疲弊させる作戦。だがこちらにも切り札、ディアズスピーカーがある。果たして士気の低い州軍が最後まで付き合ってくれるか、見物だな。ダリル隊は大通り、ゲリラ兵はテレビ局周辺に配置。いざ前期前進。ステージ26。カラカス制圧戦。よくわからんから撤退するぞ。いやいやいや、せめて州知事を守れよ。どさくさで知事が死んでくれたらラッキーとか思ってるな。薄情な連中だ。まあこの知事じゃ仕方ねえな。改めて第一ターン。敵総数13、うち大型3、センサー3、マシンガン4、回復3。ジュークは強力なミサイル搭載、例によってセンサー優先破壊です。まずダリル隊は全軍前進。メインストリートを一直線です。ゲリラ兵も前進。回復センサーマシンガンの4機1小隊を相手取ります。敵ターン、寄せばいいものをエルモが前進し、袋叩き。マシンガン相手でもゴリゴリ削られますが、センサー機に捕らえられたが最後、ゲームオーバー待ったなし。前方2機のセンサー破壊。これがダリル隊に課せられた最優先任務となります。あれだけルイスに言われたのに、周りが見えていないエルモ。やっぱ新兵はダメだな。第2ターン。ここでセンサーを倒せないと負け確定。至急支援クレア。ダリルが横に引っつき、コンボリンク開始。外すな、外すなよ。うまいこと脚部を破壊できました。いいぞこれ。続いてレンゲスの狙撃リンク。こいつらいつも連携してんな。見事胴体に当て、簡単に撃破できました。やったぜ。ゲリラ戦線はグレネードで削りながら、全軍でセンサーを破壊しにかかりますが、やはりパワー不足。ジュークのミサイル群であっという間に崩壊します。ダリル隊から援軍を出し、助力してあげましょう。恐怖の敵ターン、まずはセンサー機が進軍し、ジュークミサイル発動。まずはリーダーの岩信ちゃん。一
撃200の4発、武王位帝。続いて部下自由心連続。ああ、カカシになったんじゃ。このようにセンサー射程で敵ターンを迎えるのは無謀であり、ゲリラ側の戦力でさっさとセンサーを排除するのは非常に困難です。ダリル側のセンサー2機をさっさと倒し、援護に2機ぐらい差し向けてあげましょう。サモンド先生のスイッチで第2センサー爆殺、あとはジュークまで脅威もなし、援護にイネスを向かわせー。ちょうどセンサー機がミノタウロス射程内。ミサイルばかりが空の王者と思うなよ。ゲリラでコツコツ削った甲斐もあり、甚大な被害が出る前に排除できました。ライフル君は虚しく撃破されましたが、バレへんか。引き続きダリル側の掃討作業、橋周辺は制圧できたので、あとはジュークまで移動じゃ。ゲリラ兵もグレネードばらまきで2機目破壊、あとはミノタウロスで制圧できることでしょう。岩のぶちゃんの待ち構える広場前に、最後のセンサー機。この機体は行動順が一番最後になっているため、最初の敵ターンだけは安全です。なるべく全軍で近寄り、自分ターンで始末できれば被害なしで進めるぞ。第8ターン、近海部のゴールデン戦法、見とけよ見とけよ。まずはレンゲス、敵戦闘、AP0 の強スキル、ブラスト級。むっははは、こうなってはまな板の上の恋、連撃のダブルパンチ、さらばラストセンサー。やったぜ。リンクが綺麗にはまった時の爽快感、4連携に勝るとも劣らないな。いよいよジューク射程内に突入。ここからはパワーとパワーのぶつかり合い。岩のぶちゃんを最初に倒すとシメ13番解禁、アバローナがもらえますが、別にトランでもやろ。アボーニロット白身の撮影妨害、なんもわからへん。第10ターン、まずは手近なジュークへ集中攻撃。ここで一気沈められると格段に楽なのですが、イネス不在、サモンド先生の出遅れで火力が足りない。大連携も虚しく体力1400残り。こうなると敵ターンが恐ろしいぞやす。敵ターン突入。大火力を備えるのが近海部だけと思うてか。大型機の真の力を見るがいい。パーフェクトミサイル発動。三属性ダメージ計算アタック。一撃350ダメージ。おお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 。さらに回復機で緊急修理。固尺。なんたる終盤の粘りか。部隊が集合する前に攻撃を始めるとカッコ撃破されかねないので、やめようね。ここまで来たら、逆にエルモを取りにする作戦もあります。回復バックパックを一番強いのに変えて終始回復。大型機が気を取られているうちにボコボコにする安定チャートです。3機だとやや危険ですが、大型2になれば護身完成だよ。イネスが合流し大型を爆破、いよいよ対岩のぶちゃんへ。相互リンクしている大型は危険極まりないですが、それがなければやはりダルマ同然。ルイスを痛めつけたれ、たっぷり返してやるからな。岩のぶちゃん合鎮、長かった戦いよ、さらば。へっへ、いい声で泣くじゃねえか。最後のジュークも倒して、終わり。今日のアンブッシュには何点もらえるかしら？ボーナス12000円、修理費8500円、ポイントも使わない。ジュークの残骸を見ながら勝利の余韻に浸る一行。やっと母国救済が始まるんやなって。戦いの中でしか生きられない人間がいる。メタルギアで不人気扱いされたり、スポーツマンと戦ったりしてそう。彼女はこれで納得するかな？負け越しなんて許せなさそうな立ちでしたが、一同がそんなことを思っていると、ザークトラの残存兵力が輸送機で退去。このまま国に帰ってくれれば万事解決ですが、そんな聞き分けのいい連中なら苦労はしとりません。放置するのも忍びないので、エルザちゃんに伝えることにしたのでした。一方その頃、デュランダルはターミナルの中から大量の証拠を押収。中には計画書もあったため、EC の容疑を完全に晴らせそうです。三浦大先輩が意図的に残すよう指示を出していたようです。敗残兵の真似事はしたくなかったのか、潔く負けを認めたのか、ともあれ大勝利に違いなし。6時間後の議会でノランド首相が演説し、 USN にごめんちゃいだな。そこにダリルから連絡。
そっちにザークトラの残党飛んでったから、後は引くよろ。いやー、なんてほうれん草のしっかりした男だ。歴代主人公の中でも随一のできるやつじゃない？テルフォード大佐はただの撤退だろうと軍人らしいコメント。しかし相手は偏屈国家ザーフトラ。後を汚してなんぼの組織。最後に盛大な花火をあげるなら、今から行われる EC の議会を襲撃しに来るはず。じゃあ議会を中止するか、軍を派遣しようと大佐が提案すると、我々は研究機関なので戦闘には自信がありますとご利用し。結局議会防衛もデュランダルが先行することになりました。要塞を突破した連中、使わない手はないよな。ここでイルザ編も最終装備販売。バッチリ買い込んでやるからな。みんなしてザーフトラのことをボロクソに言ってますが、本当のことだからね、仕方ないね。G ドキ、セイダーパンサー。両腕セイダー T3、武器ブラックパンサーへチェンジ。ブラックパンサーは一発のみですが、その威力は480、スキルが発動すれば2倍以上のダメージが狙えます。ただし両肩合わせて全12発、12ターン以上は戦闘不能。誰かに弾薬を持ってもらいましょう。ハーミー好き、セイダーキマイラ。胴体セイダー T3、サワンシケイダ2、ウワンゼリア2、脚部坂田65式 X。武器はマシンガン最高威力、FV24B、30×10 と破格の性能ですが、弾数は20とかなり少なくなりました。連撃すれば10回しか撃てません。効率的な戦いをするか、弾薬補充を忘れずに。ラトーナキ、多頭ハードパンチャー、胴体脚部多頭2、両腕プロシオン。武器は見せ売り最強クルセイダーロッド、威力188とアゴーニ F に迫る破壊力。プリジオンはレオノーラ製プリソメアの後継機、スマートなボディの高機動機です。出力は申し分ないのですが耐久性に難あり。やっぱ両立は難しいねんな。ボッシュ機、多頭イベージュ。胴体脚部多頭2、両腕ジラーニ2。優秀な多頭セットで回避 43% を誇る高機動シューター。バックパックを外し軽量化。やっぱアンチロックなんか必要ないな。ベック機、フロストブラスボム。胴体フロスト M、両腕ゼリア、脚部ジラーニ、爆撃パックを強化、範囲 4×7、威力1670の最高ランクへ。非常に強力な範囲攻撃ですが、弱点あり。それは次ステージで明かされることでしょう。パリの中央議会に移動中の一行、アリソン次官が言うには、会議は中止にならないそうです。なんでも事態の解決と国の名誉を取り戻すべく、ノランド首相が強く反発したんだとか。全く言えねえ。ここでフレデリックから最後の情報。モノホンのバグナーは18歳の時ケツを掘られショックし、ブラウネーベルという部隊そのものが、EC 内で活動するザークトラの隠れ蓑になっていたようです。一人見たら30のスパイ。怖いなぁ、トズマリストコ。議会を守るべく、取材班はパリへ飛んだ。おい、ゴリラ、ゴリラ、名義持ってんの？フランス領内に入った瞬間、輸送機に向け謎の飛翔体接近。これは何どんだ。フレアもなしに素で回避するロバート。ちょっとミサイルの通じ性しょっぱすぎんよ。低空飛行でなんとか振り切りましたが、このまま前進するのはあまりに危険。犯人を殴りに行くことになりました。はて、ザーフトラ軍が到着するにはまだ時間があるはず。この黒ラインの白機体は、オールバック、やっぱりお前だったのか。ロバートは後方で待機。さあさあ悪あがきするザーフトラを見つけ次第おかころしましょうねー。オールバックに入電。誰かと思いきや、三浦大先輩じゃないか。あれだけ張り切って爆散したのに、なんで2連タラタラで脱出してんですかねー。ていうかデュランダルも普通に取り逃がしてるし、この世界の脱出概念はよくわからへんな。体勢を立て直すだの、次はさらに完璧な作戦だの言ってますが、こんな大失態さらしたおっさん、ザーフトラじゃ B デバイス待ったなしなのでは？そもそもパイプラインを爆破せずにターミナルで決戦しとけば、デュランダルの補給を立って倒せる公算が高かったよな。案の定オールバックは三浦大先輩を見限り通信終了。彼の言う確かめたいこととは、デュランダルが前進しようとしたところに、今度はオールバックから入電。決戦前にしっかり挨拶をする忍者の鏡。バグナーは忍者だった。やいやいやい、海の上からどうやって逃げたんだか知らないが、今さらオールバックが何の用でー。ザーフトラの計画は頓挫。
ベネズエラでは敗退、本国も腹筋ボコボコ、これ以上の抵抗はもう無駄だぞ。け、あんな国に未練はねえ。私は私自身の意志で戦うのだ。バグナーが確かめたいこと、それはグランダルがなぜそんなにも強いのかということ。民のためか、国のためか、シナリオの都合か、あるいはライターが戦術と戦略をうまく書けないだけか。エルザは言います。国を出ようとも故郷は変わらない。戦争を人ごとにはできない。私たちが強いのは勝つまでプレイヤーがやり直すからよ。人生の全てをスパイ活動とオールバックに捧げたバグナー。それでも母国ザーストラへの忠義など持っていないとして。お前たちの強さの秘密、それを知りたいのだ。まるでバトル漫画のボスキャラみたいなこと言ってんな。序盤から続いてきた因縁その2、バグナーとの決戦。いよいよここが正念場。自分編成、強いのは前、遠距離は後ろ。いざ前期前進。ステージ27、ブラウネーベル決戦。対空ミサイル装備のバンサーが2機。これを破壊しない限り爆撃はできません。戦闘開始、と思いきや、ベネズエラから帰ってきたデイマン君が救援要請。機械襲撃したいんやけど、もう残存兵力じゃ足りひんの。同胞のヨシミヤ、助けてくれ。いやもうカッコつけた手前撤退とかしたくないんやけど。しゃあないな、一回だけやで。というわけでバグナーは戦闘に参加しません。あのさぁ、ほんとエルザ編はいまいち締まりが悪いな。改めて戦闘開始。敵総数18、遠距離はミサイル2に対空2。まずは広場にいる連中から排除していきましょう。ヒゲクマブラックパンサー、ファイヤー。一撃838ダメージ、いいぞこれ。突撃すると囲まれるので入り口で待機。敵が突っ込んできたところを迎撃じゃー。敵軍はショットガンと格闘多数の衝撃編成。対衝撃装甲にしておきましょう。ラトーナ姉さん前進。噴水横のミサイル機へアタック。脚部にヒット。ええぞええぞ。広場さえ制圧してしまえばこのステージはクリアしたも同然。敵軍は広場にいる4機、突入してくる連中以外、動かずに待機しています。なので広場を制圧した後はカッコ撃破。ネームどもいないし、不作用だな。むしろ気になるのは自分弾薬です。今までは80、40、30と多かったので説明もしませんでしたが、現在は片手に10。攻撃は右、反撃は左を使っているので、あっという間にすっからかんです。無限に殴れるラトーナ姉さんには必ずリンク参加してもらい、効率的な戦闘を心がけましょう。では広場制圧まで固い敵が倒れるのをご鑑賞ください。うわあ、喋ることがないなあ、もう。広場が綺麗さっぱり片付き申した。あとは右から順に倒していき、爆撃解除されたらドカーンで終わり。このステージの存在意義はバグナーの愛国心描写だけなので、戦闘はおまけだよ、おまけ。というわけで最後の敵を倒したのだ。今日のアンブッシュには何点もらえるかしら？ボーナス18,100円。ポイントもう使わない。バグナーがいないことに気づいたデュランダル。このままでは第二の議会テロが起きてしまう。大したところで今回は終了です。次回、エルザ編ラストバトル。それでは皆さん、お達者でー。